公共曲第3番は、ビットリオ・ジャンニーニが作曲した、吹奏楽のための公共曲。1958年、デューク大学吹奏楽団と指揮者のポール・ブライアンの移植を受け、休暇を過ごしていたローマで作曲された。ジャンニーニの5曲の公共曲の中で唯一、吹奏楽のために書かれており、ゴールドマンバンドのために作曲された、前奏曲とアレグロに続く2作目の、 吹奏楽曲である。ジャンニーニの作品の中で特に演奏や録音の機会が多く、また吹奏楽の重要なレパートリーとして愛されている。伝統的な音楽章構成で書かれた、表題的な要素を持たない、公共曲であり、表情豊かな旋律、明快な火星、同期展開へのジャンニーニの興味が反映されている。全四楽章からなり、演奏時間は25分程度。 循環形式は用いられていないが、全曲を通して旋律に完全4度音程を好んで、使っている。A.B. ヘルマン、ヨゼフ・ W、シンフォニー・ナンバー3、ビットリオ・ギアンニにティーチング・ミュージック、スルー・パフォーマンス・イン・バンド、ボリューム 1GIA ・パブリケーションズ、2010P726、ノート・フォー・ユニバーシティ・オブ・ヒューストン・ウィンド・アンサンブル、トム・ベネット・ギアンニに、 シンフォニーナン、no. バー 3P3 ヘルマン P728 冒頭の第一主題はミクソリディア先法で書かれている。また、全曲を通して調合は使われていない。ヘルマン P727 ありがとうございます。